こんにちは、美容家のなつみです。今回は普段私が取り入れているハイライトとシェーディングの入れ方を詳しく解説しようと思います。今日はベースと眉とちょっと色付きリップをしてるだけで、顔がすごいのっぺりしてると思うんですけど、普段はハイライトとシェーディングを入れて立体感のあるお顔作りをしてます。それから髪型も普段よくやってるハーフアップスタイルを今しているので、これに合わせていつもシェーディングとかも顔周りに入れたりしてます。では早速ハイライトシェーディングをしていきたいと思うんですけど、今回使っていくアイテムがまず、何度も動画で登場しているんですが、ハイライトはこちらの RMS ビューティーのルミナイザークワッドを使っていきます。続いてシェーディングにはこちらの猪狩しのぶさんのブランドフーミーのちっちゃ顔シャドウ、こちらですね、これを使っていきたいと思います。ではまずハイライトから入れていきますね。私はハイライトをすごく粉を以前使ってたんですけど、ちょっとちりめんじわみたいな感じでよれやすいので、こういったちょっとクリームっぽいタイプのものを使ってます。少量ずつ使えば化粧崩れとかにも大きく影響はしないので、おすすめです。ハイライトをのせていく部分で、まず私はこの鼻のこの T ラインと、あとは唇とか、あとは目元とかにこうのせていくんですが、基本的にルミナイザーだったらルミナイザーエクストリーム、これはラメがないシルバー系のハイライトなんですけど、これを鼻筋にのせてます。であんまりこう鼻先までこう伸ばすとちょっと鼻がすごく長く見えちゃうので、この辺かなにこうのせます。かなり綺麗に入りますよね、それから唇のこの尖ったところ、この上と下、尖ったところの下にこうのせるとすごく可愛いです。でこれは色は口紅の色によって結構変えてるんですけど、ラメ感あっても可愛いかなと思うんで、こんな感じで結構唇になじま口紅と色とこうなじませるような感じで、私今ラメのシャンパンフィズかな、こっちの色、これを今のせました。ここにのせるのね、すごいおすすめ。ツヤっぽくなる。これ前の動画でもちょっと紹介したかもしれないので重複しちゃうんですけど、ぜひ入れてみてください。続いて目元、この辺は私は肌になじみやすいシャンパンローズとかを使うことが多いですね。この辺とかラメ感もあるのでアイカラーとも馴染んで可愛いです。あとはこの目頭のところとか、この辺、この目の下ね、この辺はぜひのせてあげてください。あとはもうアイカラーとしても使えるから、このラメ感のあるこのシャンパンフィズとかは、なんか目の下とか、目の下ラインとかに普通に涙袋を作る時みたいに使っちゃってもすごい可愛い、ね、すごい明るくなりますよね。これだけですごいおしゃれにかなり仕上がると思います。あとは目元、この目元の中央の、まぶたの中央の部分とかも立体感を出してあげると可愛いので、これもアイカラーの色によっていろいろ全然変えてもらっていいと思うんですけど、今日はちょっとこのシルバー系のカラーをちょっとこうやって塗ってみます。縦にアイカラーの上から、今アイカラーつけてないんですけど、アイカラーのせた上からポンポンポンってちょっと縦にまぶたのところのせてあげると目元も
立体感が出てすごく可愛く仕上がります。続いてシェーディングなんですけど、シェーディングはちょっとお伝えし忘れちゃったんだけど、このルミナイズアクアートの中にも入ってて、このルミナイザーヌードっていうこの茶色いカラー、これを私はこのくぼみのところに入れてるんですね、うん、ここ粉でやってもいいんだけど、風味のシャドウを使ってもいいんだけど、私はなんかこの辺あんまり普段粉をつけないので、ここだけ粉っぽくなるとちょっと不自然じゃないですか。なのでこのルミナイザーを使ってとノーズシャドウみたいな感じで使ってます。これ詳細はルミナイザークワットの使用感をこうまとめた動画もう一つ作ってるので、そっち見てもらえるといいかな。でも自然にハイライトもシェーディングも入るので、このルミナイザーのパレットは、ね、ぜひ使ってみてもらえるといいかなと思います。そして、フーミーのこちらのちっちゃ顔シャドウ、これもねすごく便利なのでちょっと活用していきますね。ブラシがね2つついてるんですけど、私は基本的にこの大きい方を使ってます。主に使うのはこの生え際のところですね。私特にこの生え際のなんていうのかな、この辺がすごく、ま、毛が薄いというか生えてないので、ここを基本埋めてます。で普段のヘアスタイルに合わせて、特にアップスタイルの方とかはここはしっかり埋めてあげるといいと思います。こうやってなじませたら、もう生え際に沿って中央からこうやって広げていく感じですね、うん、で意外とこれ結構しっかり発色するから、ティッシュとかでちょっと抑えながら、乗せていくといいかな、なんとなくここが少しずつ茶色くなってるの分かりますかね、もう髪の毛に馴染むカラーかな。私そんなに髪色明るくないんですけど結構馴染むので、いいと思う、使いやすいと思います。もちろん明るい肌質の方、髪質の方でも全然いけるかなと思いますね。であとはこのちっちゃい方を使ってこの生え際のところは埋めます、こういう感じ、なんかこれに沿ってだけだとちょっと不自然になったりもするから、っていうのかな、逆方向、ちょっと顔に向かってというか、まあ、逆もあり、ここをね私はこう埋めるように意識してこうやってますね、こう少し顔が小さく見えます、これで、であとはここにも入れます。ここね、ファンデーションでちょっと顔がベタついてたりもすると思うんですけど、私基本的にフェイスパウダーでもうこういうフェイスラインは粉をつけるのでサラサラの状態でつけてます。べったりしてるとちょっと一箇所にこうついちゃったりもするので、こういうちっちゃ顔のパウダーつけるときはその部分はしっかりこう粉をねなじませておくのがポイントです。でつけていきます。広めに、なんか頬につけるっていうよりはこの顎とここのラインの中間くらいに、じゃあここのラインにこのパウダーをつけるブラシの中間くらいを当ててこうさーっと流す感じで、耳の後ろからこうしっかり生え際と耳の後ろからなじませる感じ。
かります。結構こう暗くなってますよね。うん、うん、ほらここちょっとすっきりしてるでしょ、こっちより。うん、同じようにこっち側も、うん、あんまり広範囲でつけるとやっぱ不自然なので、このラインに沿って乗せるのがいいかなと思います。うん、でいつも髪の毛をこうアップにしてたりするとこの差が結構分かりやすいかもしれないんだけど、ハーフアップだったらこう結構隠れるというか、そんなに目立たずにシェーディング入れられるので、個人的にはすごくおすすめ。うん、うん、こうよーく見るとね分かっちゃうかもしれないけど、でもこのフーミーのシャドウはすごく自然なので、うん、自然にこうシェーディングができます。と顔が少しすっきりシャープになりましたよね。うん、どうでしょう、最初よりも結構立体感のあるお顔に変化したかなと思います。どうですか。自然でしょ。うん、ハイライトを入れてちょっとあのよれが気になるなっていう方も結構いると思うんですけど、特にイルミナイザーとかはあの粉じゃないから、そういうよれが気になる方もいると思うんで、そういう方はフェイスパウダーをちょっと重ねるといいと思います。たっぷり重ねなければこのハイライトの部分ほら消えることなくこう残ってくれるので、うん、でもしくはあの粉とか全部フェイスパウダーで仕上げた後にルミナイザーをこうのせるのとかもポンポンってのせれば最初につけた粉よれないので、あの使いやすいかなと思います。ちょっと説明がうまくできたかわかんないんだけど、とりあえずこんな感じで小顔メイクをしてます。もし分かりにくいところとか質問とかあったら、ぜひコメントとかもらえればと思います。では今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。